散歩始まりました。今回の肩散歩はですね、こう神奈川県の、川崎市宮前区やってきております。ここはですね、何やら海ほたるね、まあ、近いですけどね、千葉から渡ってきました。ここ何の町なんですかね、全く情報がないんでですけど、早速行きましょう。レッツゴー。ここね、ネクスコ中日本のコミュニケーションプラザなんですけど、高速道路の作り方だとか、なんかいろいろ歴史について学べるということで、ちょっとね、今日営業やってないところが立て続けて、もう4つぐらいダメでした。はい、もうなんで、これはもうなんか、なんとか見ていただいて、はい、4月から木曜日だったらしいですね。3ヶ月ぐらい前ですね。ここがね、中心の駅ですね、鷺沼駅。結構人いますね。目の前にはなんかデパートみたいなのありますけどね、これ ABC マートとかダイソーとか、結構生活に役立つ、デパートっぽいですね、施設っぽいですね。人多いな、やっぱここね、鷺沼駅のね、線路の、こっち隣なんですけど、フロンタウン鷺沼っていうところですね。フットサル場なんですけど、フロンターレがありますからね、それのなんか、関連するグラウンドじゃないかなと思いますけど、なんかすごいよ、かき氷ラムネは投げて、なんかお祭りやってんじゃない今これ。これテントの上に全部フロンターレ川崎って書いてありますけどね。今準備中ですけど、ここで夏祭りが多分行われるということで、まあ夏休みもうすぐ入るのかな、もう入ったかな、わかんないですけど、8月中にやるんじゃないかなと。かき氷気食いしたいよね。でなりたいよね、夏っぽいよ。はい、ということで宮前区散歩させていただきました。鷺沼駅の前ですけどね、結構人いっぱいいますね。明日はなんかフロンタウンですか、あそこでお祭りがあるみたいで、結構賑わってますね、前日なので。はい、ということで、ありがとうございました。